ス16日曜日か、うん、校長の居場所探すのにこの間30分かかりました。めっちゃ探しましたよ。中岡ではこの間なんかもっとひどい事故があったみたいよ。なんか
足首なんか3カ所ぐらい折れてる感じですね。ちょっと話に聞いただけなんでちょっと分かんないけど、でもちょっと大きな怪我で、いや、ただそんなに怪我した状況はそんなに何でもなくて、結果がね、フル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 、ちょっと画像おかしいでしょ、横の中のギュッとスクイーズしてるからスマートな。ありがとうございます。
ませんでした。今日から締め切りの頃もなんか全然応募してなかったよ。ちょっとバイトが。なんで交流会の方はなんとかみんなで出ましょうっていう話はしてるんだけど。あ、交流会。ただ交流会の頃だってジモじゃん。いいえ、そこやもんね。でも、いいやつ、ちょっとね。前に飛ばないように、前に飛ばないように足をちょっと引きながら、足元にお尻を落とす。まだちょっと前に行ってるぞ。足を引きながら、この飛んでる前に、大きい前に飛んでるやんか。足元にお尻を落とさなあかんねんから、足引きながら止まる。あかん、前飛んでる。感じがなんか分かってない。飛びながら、はい、こう足引きながら飛ばないと。ああ、わかりました。どうぞ。
しかできないです。それな、すげえ。逆にしたらめっちゃできたりするかもよ。あ、こっちから。こっちから。景色じゃない、家だけど、敵のもまたもん。ええー、嘘や。でもたまにありますよ、そういう。逆に見れって言ってるわけじゃないから。同じだね。できる。流れに乗ったらまだ。流れに乗った。最初からのメンターそれで落ちっぱれになったんですけど、ここでこうやって、ほら、この状況、そうみたいになって、はい。
Thank you.
かったり後ろ流れたりやからもうちょっと安全性できるようにならんとな、それ以上高さ取ると飛び出しちゃって危ない。後ろってフローバーでしょうか。フローバー今やったらちゃんと上に上がってるやろ。はい、もちもちするみたいな感じで飛んで、で、お尻とこの辺りをついて回ります。あ、プローバー、プローバーか、すごいね。プローバーって、あ、お尻から回すのやってるやろ。はい、お尻こっそって回すやつ、はい、じゃなくて、背中で落とすやつか。をやりたいの。どうぞ。あの、バックするのに、先にプローバー。あ、それやったら、あの、お尻のちょっと後ろくらいから落とす。背中を落とす、はい、背中を落とす、返して回す、転がして回す。あーちゃんと抱えなあかんねん、はい、で、手ごねてさあかんよ。手やこばっこし、ね、そこ、ほどけるのを置いてあかんねん。違う、ね、シートだからって言われて、はい、シートだけで抱えてください。あの、はい、落ちた時はもう動かんからじゃなあかんねん、はい、抱えて手離したらあかん。はい、この辺開いた状態で回らない。ほら違う、あの、背後シートじゃないって手つかないと落ちた時にもうこれで落ちるの、お尻だけで落ちるの。じゃあもう無理や、もう無理や。入る時はこう入りますけど、こう。あー、なるほど、はい、だから着地まで敷いちゃったらあかんねん。はい、無理や、もうできるできる簡単やん。高いのまま持ってると、あとで、あとベッド見えたらちゃんと足伸ばして着地してください。今日はちょっと無理そうです、これは今日は全然無理そうです。やめます。どうしようかな。おっ、おっ、ハンフロント。おっ、スポンちゃん見とき。はい、いやいやいや、やってください。いやいやいや、どうぞ。はい、スポンちゃん昨日練習してたから。
休んだ。あ、うそうだな。週8連休とかいいよ。それもマイナスのプレーやってない。休むんです、たまには。こっちに行かないと。はい。
う感じではなくなってきました。でも油断したらすぐ頭が入って回る。腰が折れるのが早すぎます。もうちょっと我慢してギリギリでストーンと落とす。いっぺん伸ばすとかちゃんとできてるんだけど、伸ばした後もすぐにギュッとする。伸ばしてギリギリ我慢してから。Thank you.
Thank you.
伸ばしながらぐっと上に伸びる。足だけ上げて、こっちまでしっかり伸ばす。ご注目。お、そうそうそう、今の感じ。あれをもっと高い方向に。はい、腰を伸ばす。お。ね、どうしても後ろに行くと流れちゃうから、もっと。はい。伸ばして開いた方がずっと綺麗だ、見てみて。はい。あ、畳むから折れる、崩れる。今の感じで潰れてる。潰れてます。成功した時はもう忘れ口にそのイメージを繰り返すね、はい、できるのだけでまとめて宙返りなしで、だって難度点ないんだから宙返りできるよね。やります。まあその辺はいろいろ去年だからされたんときは、はい、あえて宙返り抜いて演技点少しでもよくするで、まあ、それとたまたまたま運もやって優勝しましたThank you.
係ないな。バリバリの選手とかはそんなに出ない大会なんで、あの選手登録してなくても出れる大会で、はい、京大会のことだと大阪の大会とかも選手登録してないで出れないし、出てるから京都大会よりもまだワンランク落ちるぐらい、はい、ジュニアの方は結構選手が受けてるからそれなりに、はい、Thank you.
そうなんですか。回りすぎるんで出したまま入った。あげて。いきます。